こんにちは、エウレカです。今回はウタマクロス衣装特別演出コレクションマキマキの第22回かな。お客様のご希望はエピソードを見てまいります。メイドさんと一緒に過ごすとっても甘いひととき、心尽くしのおもてなしの前に身も心もふわふわと胸心地になりそう。プレートを見てまいります。出たー、ハインチュ様死んだ目をしたハインチュ様、かわいいハインチはキースお兄様に連れられて、二人っきりで吹雪が舞う険しい山道を進んでいく。行き先も語らずに終始無言を貫くハインチュ間違えた終始無言を貫くキースお兄様の姿にハインチュ様は寂しさを募らせるのであった。ハインチュ様は何歳っていう設定なんだろうな。年齢そこまで。あはははは。いいや、いいな。いいですね。これ最高ですね。たまりません。かわいいです。リアリティアップ前も。おおほほほ。かわいいな。ああ、もうなんで歌マクロスにハインチュ様が入ってこなかったのかが本当に悲しくて仕方ない。そっちの方が悲しいですよ、寂しいですよ、ハインチュ様。なんでなんだろう。そして、マキマキの星音。本当はやめようと思ってた。あ、なるほど、これ。またその医療船に、潜入した時のあれの続きですね。かつて理想のアイドル像等の、かつて理想のアイドル像との違いにワルキューレやめることまで考えていたマキマキ。しかしそんなマキマキだったからこそ最後の最後で逆転のきっかけをつかめたのだろう。読んでるだけでもう泣きそうになっちゃうな、これな。もういいな、マキマキすごいな。キャワワだよ。うん、最高ですね。はい。そうしまして、星5プレートで全然関係ないなんか流れですね、この3枚。星5プレート、特別な、間違えた、特別スイートなご奉仕を、もうなんかもう表現をね、もうちょっと変えてもいいんじゃないのかな。真っ赤なイチゴをたっぷりと使った甘酸っぱいマキマキ特製のスイーツの出来上がり。初恋のような甘酸っぱさとスペシャルなサービスに身も心もとろけてしまいそう。なんかね、ここでね、バサラ君の相性が入ってるっていうところがちょっとウケる。そうなんだ、そうなんだ、バサラ君の相性があるんだ。エピソード見てまいります。まあまあね、はい、あーんというやつですよね。結局あーんってね、別にね、食いづらいだけでね、自分で食った方がいいんですよ、よっぽどあーんされる必要はないんですけど、まあ特別なご奉仕ということなんでしょうか。メイド服ですよ、メイド服。あー、なるほど、スイーツの出来上がりというか、ここですね。なんかミントも乗せてますね。ミントってでもどうなんだろう、スイーツに乗っけて、まあ、さっぱりと最後にミントって最後に食べます？なんかむしろエウレカさん、なんかそういうの先にペチョンって食べちゃう方なんですけど、あのね、ミントではないですけど、パセリ、エウレカさんはパセリ結構好きですね。苦いっちゃ苦いんですけど、だがそれがいいって感じかな。パセリ食います、ミントも食いますね。苦いの好きなのかな。でもコーヒーは飲みません。なんでだろう。これは何なんだろう、ここ何なんだろうね、これね、この絵なんか目がね、うさぎ、何なんでしょうか。違うのかな、なんか今一瞬何かに見えましたけど、ちょっと違ったようです。勘違いでした。メイド服見に行きましょう。楽屋へ移動してまいりました。すごいですよね、ナースから次はメイドですよ。衣装変更してまいります。エンジェルヒーリングからの
でもね、結構後の方に出たかなと思ってましたけど、このナース、そうでもないですね。まだまだ、はい、ヒプシュシュルツェ。おいおいおい、これこそアンナミラーズだな。アンナミラーズがやってきました。やってきましたよ。はい、見てまいります。すげえな、このリボンがな、このリボンがな、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 うん、でかい。足元行きましょうか。あー、そうね、なんつうか、このローファーつうか、なんかそんな感じの、うん、ちょっとヒールもありますけど、いやー、かわいいですね。そして、まあ、2杯っちゅうの、これも、まあ、多いっちゃ多いですよね。まあ、これも結局ね、この太もも感を出すためのアイテムなんですよ。違うと思いますけど。勝手に言いましたけど。いや、ほら、見て見て。この、太ももっていうのはね、ここだけじゃないですからね。ここのラインも重要ですからね。ね、わかります?こうね、わかります?このカーブ。このカーブなんですよ。このカーブ。ね。まあ、そういうところをしっかりとね、強調してくれる、この2杯っていうの、まあ、素晴らしいですね。うん。素晴らしい。はい。そして、でも、なんだかんだ、今回は短パンではなく、フレアスカート。なんか適当に言ったけど、かなりブリブリブリっこなね、ブリっこ言わねえな。うん、スカートになっておりまして、そう、だからこれコルセットでいいわけですよね、きっとね、間違ってないですよね。そう、コルセットの上にお胸を乗せるな、まったくもう強調しすぎだ、もう怒るぞ。怒っちゃうぞ、もう。ああ、ちょっと壊れてますね、すいません。ぶっ壊れてます。おお、あ、またね、この二の腕っていうのが見えるのもね、まあ、肩からね、二の腕が見えるっていうのも、あ、まあ、またセクシーも攻めて、でもこれどうなってるの、ほらね、これそういうほら白いシャツ的なのを着てるのかと思ったら後ろは紐ですよ、紐。でも紐はでもこの茶色の部分のためにかかってる紐だからね、ここの部分のための紐。どうなってるんだこれ。いやー、このお胸の部分がどうなってるのか、むしろこれ一体化してるのかな、シャツを着てるわけではないのか、もう完全にそこの部分だけ白い布にな、なんかよくわかんない。はい、これ何なんでしょうね、このあのお日様じゃないけど、なんだこのひまわりじゃないけど、なんつうのこれ、これね、カチューシ、なんだろう、これ何のためにしてるんでしょうね。なんか髪の毛を落とさないために帽子とかって多分わかるんですけど、何なんだろうこれ、何のためにあるんでしょうか。名称もよくわかりません。縦向きにしてまいります。まあいつも通りの髪型の巻き巻きに戻ったような気もしますが、ちょっと見えないな。でもリボンはこのツインテールに巻いてるって、そういうことで良さそうですよね。あ、こっちのスカートについてる部分とお揃いのカラーリングで、いやー、ちょっと後ろのリボンはでかすぎるな。もうちょっと小さくていいだろうこれ。あー、でも、幸せですね。とっても幸せですわこれは。僕らの戦場ミラーバージョンで特別演出見てまいります。よし、楽しんじゃうよ。よし、楽しんじゃうよ。このね、僕らの戦場もなかなかね、ダンスが、さあ行きましょう、ダンスがね、いい感じなんですけど、いやでもこれもなんだろう、やっぱ5人ユニットライブの方がな。あのね、サビのところで、かなめさん、レイレイ、マキマキ、まあ、安野さん、西田さん、あと、遠山さんの3人なんですけど、がね、後ろでね、またぴょんぴょん飛び跳ねながらね、踊ってるのがすんげえまた可愛いんですよ。なんちゅうのかな。あれ
あれ？あれ？なんだこれ？曲の雰囲気と全然合わないんですけど、なんだったんだ今のは。何？メイド喫茶で写真撮らせてくれる的な、なんかそういう風な、そういうイメージで、カットインだったんでしょうか。そして、あとはなんかエフェクト的に変わってる部分があるかどうかは、はい、見比べでね、ミンメイさんのメイド服、メイド、今の動きもそう、手を合わせてね、こう、くるって回って、くるって回るっていう、そう、うん。ぜひね、ぜひ、もし、持ってらっしゃらないって方は、ワルキューレのね、ライブ、ブルーレイ、DVD、買って見てみてください。いやー、感動しますよ。でね、この、まあ、散々、てか今更かな、この特別演出を見てきましたけどね、このダンスが、結局、要は、リアルワルキューレのね、ダンスと、まあ、全く同じっていうわけではないんですけどね。まあ、それとね、同じ動きをしますのでね。今更ですけど、はい、ぜひともね、ワルキューレのそのブルーレイ買って持ってらっしゃらない方は、見てみてください。おすすめいたします。あー、これ、歌幕でね、見たダンスこれだーとか、そういうのがね、結構ありますから。でね、そう、エルガさんはね、フロンティアの方のね、ライブブルーレイをね、ちょっと、自分がね、見ずにね、貸しちゃって、帰ってきてないんですよ。見られてないっていう。だから、フロンティアの方も、なんだかんだ、そのダンスとか、まあそういう風に繋がる部分はあるのかもしれないですね。ギャラクシーライブ、一応、全公演見てはいるんですけど、なんだろう、そこまでダンスに目がいってないっていうか、覚えてないっていうかね。とにかく、ワルキューレのライブブルーレイ。ワルキューレが止まらない。あと、ワルキューレは裏切らないね。裏切らないの方に関しましては、デイ1、デイ2ね、2日間分のね、映像がありますので、ぜひともね、見てみてください。まあ、ここら辺のね、テレビシリーズで見た楽曲のダンスとかがね、見られますので、はい。まあ、今回のもなかなかいいダンス見られました。ちょっと見比べに関しましては、そう、先ほど言いました通り、ミンメイさんとの見比べ、後でしっかりと再チェックしておきます。多分カットインのとこだけだと思うんだけどな。はい。そうしましたら、今回は以上で終了です。ご視聴どうも、ありがとうございました。